視聴者の皆さん、また始まりましたよ、こいつらのたわごとが。やるって言ったり、やらんって言ったり、やるって言ったり、やらって言ったり。また YouTube やり始めるんだろう。いや、知らないですよ、それ。嘘つくな、お前。なんでお前知らんの。ショートうまくいってないのか。いや、違うっすよ、3人だけが知ってるだけ。もう一回なんか、足場班がやり始めたんじゃない。あ、そうですか、はい。あ、お前知らんの。分からないです。なんか別にやめてもないし。堀川翔の気持ちっていうのも出てくるけど、なんでこういうこと見てないの。最初こうやったこれ。なんでこの本持ってきたのお前。本当にゴーこれマイホラスやつだろ。お疲れ様です。よろしく。本日は刈谷市、お米が急に実っております。はい、実ればなんとか神戸かなんて、神戸が垂れるみたいな。実る実るなんとか神戸かなみたいな。米がこうやってお前実るとか垂れてくるじゃん。はい、しっかりしたやつとか成功したやつを腰が低くなる感じ。腰が低くなる。はい、こうやって米がやってみようかな。はい、おお、ちょっと、あー、タランテータ付けております。はい、お、タイトも付けております。はい、今日は原点帰って俺もこれ来とるし。はい、やっぱ職人かっこいいんだよ。やっぱ久々に職人取ろうか。はい、おんちゃん、これが塗り替えの責任者の仕事だっていう爆速の章でもともと伸びたんだな。爆速じゃねえんだよ、女ってどけもなきゃ爆速だけどな。知らんうちに付き合ってたっす。リオとお前出会ってどんだけで付き合った。出会って2ヶ月付き合った。何年で結婚した。1年子供ができた。偉くなったら垂れる神戸から稲穂からみたいな。まあ、俺には当てはまらんけど。腰低くしろよ、じゃあお前。は、腰低いよ。はい、低いです。は、いや、僕びっくりします。なんで低いです。自分が成功してないと口癖のように社長は言います。それは成功してないだろ、別に。僕はしてると思います。いやいや、その成功のあれがあるでしょ、度合いが。そうです、周りから見て成功してるのに、で、いや、そんなことないですよっていう会話を毎回僕は目にしてます。いや、お好きじゃない。さっき言ってる時、あ、お前よりは成功してるよって思ってるかもしれないしな。おお、まあいいや、今日は職人が仕上げだね。かっけえな、やっぱ、はい、これなかなか最近取れるんだよな。はい、最近ありがたいことに登録者数伸びがいいです。ほんと、はい、バズって、バズる動画がなくても増えてってくれてるんで、皆さんチャンネル登録お願いします。だからこれ、久々に初めてとか、最近見た人は、昔のよう現場動画あげてって、あの全部一回安全帯つけてね、全部取り下げたんですよ。はい。で、昔めちゃくちゃ現場動画あげとったけど、全部上がってないよ。100本以上下げる。はい。だから安全帯つけてない動画上がってないでしょ。昔結構現場動画撮ったよな。はい。現場動画撮ったよな。ほぼ現場動画だよな。はい。で、結構強行したりさ、10分対決とか10分どっちが組めるかって、ブワーってやったけど、安全帯つかせなかったんですよ。それで最初伸びたんだよな。最初ショーが爆速でバーッ伸びたんですよ。一気に1万とか何万再生されたんですよ。爆速のショーって有名だったんですよ。今じゃあお前、え、お前出すのが爆速ですって言われて、発射が早い爆速です。どん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 、これもう10分、10分前でこんなに来たか。ほんで賞味、まあ、カット入ったら視聴者分からんけど、賞味10分でこうどん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 来るんだ。はい、もう当たり前のように見えてるけど、地面の上でやってるんじゃないやな、これ。あの足場でやってるんだね。すごいっすよ。あれでスニーカーだけよ。まあそれ、普通のスニーカーじゃねえの、アシックスって。僕ですか。おう、これはアンゼグス。アシックスの。アンゼグスだ。あ、ほんと。俺らじゃない、これな。アンゼグスじゃないかな、これ。はい、今、旅でも安全旅って、この鉄板みたいに入ってるやつあるから。これは何で出るか。これはアルコイジー。アルコイジー。あ、そうか。斜めのジャッキーのところに、あそこに乗っとるもんで、ね、風もこっちにもかかっとるんだよな。そういうことだ。で、そこの足元でダーンっていっちゃうんだ。こう上がってくるんで。だからこれ、仮だって言うんだよな。仮にやっとるってことだね。で、あとで取るってことだ。もう、放送後なんだよ。バックしちゃうってこと。はい。怒られます。まあまあ確実にぶつかるんですよ、しょ。何日やってんの？
お前涼しいでいいよ。これ炎天下43度とかでいいな。で、どれがなんとか、えぇとかなんだか温度がバカな横だとか言うじゃん。言うっすね。その頭いいかってなるしな。底辺職って言われるの鬱陶しいです。底辺職ってコメントいっぱい来るの、もう全部消してるんですけど。もう職業に底辺も上辺がないよ。はい。別にいくら稼げるかじゃない、仕事って。はい。それかもう本当自分を趣味にしようとして多いじゃん。いや本当いいよ。なんか自分が好きなことをやれてるのか、これしかできんからやって、毎日はもう毎日ええやめんどくせえや嫌だなって言ってるか、はい、これだけしたいってもう毎日人生楽しくやってるのか、それを人に言われることじゃないのかな。はい、だって俺もそうじゃない、塗装屋の社長、塗装屋なのっていう人おるもんな、経営者本当おるそうですよ、塗装屋ですよ、はい、別に自信満々でこうやってたらさ、最初のいい足は組もうって思ってるこの気持ちがさ、はい、何やん、何やん、まあ上に置いて怖くない、あ、怖くない、藤本ってこういう人だね、怖くない、慣れちゃったんですね。あ、藤本に慣れちゃったんですね。平気で体のベッドあるってことだよな。はい、大変だよな。あ、3段目だ。はい、すごい、全部塗らない。はい、最初こんでた、これ最初こんでた、これ、あ、ベトナム人お酒、水タバコ、あ、水タバコ現場に持っていたのか、お前なんでこの方持っていたのか、お前現場遊び場じゃねえぞ、お前現場に吸いなもんな、お前生まれ置いとかやんかい、はい、何が、お前、こんなお前、隠せんよ、なんかもう麻薬からんだと勘違いされるわ、お前何これ、見せて、何これ、何これ、まあまあ、うどんを食べそうです。は？食べそうです。本当に大丈夫？一応ちょっと静けど。は？しんどいことがええやんか、吸いたいからって言うんじゃないの。本当にこれマリファナスやつだろ。あ、なんですけど、これも大丈夫です。普通の実践に入ってない。これサムネ決まったわ。実習生がマリファナスってましたってね。これ持ってる。じゃあ怒られてる感じ。怒られてる感じ。あのさ、ほらお前、すみません、すみません、マジで、お、ちょっと、おい、置いとくなよ、お前、で、5枚置いとくよ、大丈夫ですか、これ本当に合法だろ、うん、ちょっと、ちょっと、ちょっと、しゃべるっていうのを映ってる感じですよ、はい、なんだこれ、なんだお前、わぁ、わぁ、サムネだ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 よ、これ、うん、やろう、サムネだよ、これ、どうなったのか、お前、教えて、はい、やばいな、俺のお前、見て、この、じゃあ、お前さ、怪しいっすよ、もう、これもう、じゃあ、これ絶対現場に出すなよ、まあ、ここはいいんだけど、勘違いするだろ、通報されちゃう、警察、バレバレしてるよ、マジでな、騙しな、マジやらねえし、怖いわお前、行くまじけそんなこと言ってもあ、いいか、あ、もういいっすお前、YouTube のこといいっしょ、行けないか、 YouTube のこと YouTube やる、やるって言って頑張ってくれる、はい、どうして言ってないって言って、いいでしょ、岡部聞いてないから、え、カバキしてる、え、どういうことですか、なんか、え、なんであいつは知らなかったよ、お前 YouTube 最近頑張ったんだろ、起きたら、いや、俺知らないです、言うっていうか、たまたま撮るときはパンダとか落としかんときいないんですよ、で、ちょうど帰ってきたときにリュウジ君が撮るみたいな、撮っとるときに知らなかったっていうのは、そう、違うですよ、アルミスさんの勘違いです、これまだ2人の問題隠し使えるのか、しかもそれってでも言うことじゃないじゃないですか、なんで YouTube やりましょうよみたいな、もともとは
ける予定だったんだよ。予定だけどやってないんだろお前。謝罪動画何本撮ったんだお前。ちょ、もともとでやる予定じゃなかったじゃん。分からんけど、お前のタイプだよ、分からんけど、うん、そういうとこじゃないの。みんなを巻き込む力ってリーダーにとって必要じゃないの。分からんけど、それはお前の選択だで、あんなちっちゃさって何でリーダーとしてお前の、うん、なんか俺は待ったら巻き込むかな。ちょっともうみんなもう一回やってね。お前だけが勝手になんかやっとるよ。ずってんの、どうやってずってんの。どう思うんだ向こうは。お前がどう思うのかどういうの、はい、責任者、はい、さあ会社のためのことを思っとるわけじゃん、はい、会社のためだけじゃなくて部下のことみんな思っとるわけじゃん、はい、こいつらがうまくいったらって、はい、みんなでここ行きたいから日曜日お金頑張って稼ごうって、はい、思っとるのが分かるよ。お前の自分のためにやってるわけじゃないって、はい、分かるよ。なんで言わんのかなって。リュウジの方が好きじゃないんだろうなって。いや、そういうそうしたいんだよね。そこまあまあそれは冗談としても相手はどういう感じなんだろう。みんなカンタとかタケとかトシ君投げるやつとっとって、なんか俺そういうのすごい気にするからさ。俺結構厳しいじゃん。あいつ声、あいつだけ声かけんかったらどうなるかな。ほんと撮影中に出てやめたらしょうがないみたいな。こうかけ、いや、ほんとなんですよ。いや、ほんとにで、この前もリュウジ君と中華できたじゃないですか。はい。で、その時もリュウジ君って振ってカメラワークを壊すんです。うん、そういうこと。なんていうんですか、悪気はないんですか。悪気はないって言ってる、はい、リーダーとしてどうなのって言ってその原点がなかったらいいんかな。いや、原点、原点はない。お前の言うように別に原点されるようなことではないよね。だけど、はい、声かけてみんなでもう言わせますよ。俺現場行って他で YouTube 頑張ってらっしゃる、そうそう、今翔さんも頑張ろうって言ってたけど僕も一生懸命考えてるんですよ今。まだちょっと僕は出てないんですけどね、なのか。いや、気にしないですよ。あ、そうなんですか、なのか。どっちがチームとしてかと思って。いや、岡部には言いました。そういうのはやっぱりリュウジだけ外してんだ。いや、なんですかね、帰りが一緒だった時にチラッと言ったんですけど、 YouTube 頑張ってますよって。もうやってくからと言って、誰もう旅行行きたいだろうって言って、もうそんぐらいやることやって。あいつ飲めてたんだよ。おーみたいな、我関せずみたいな、うん、またやってるん、とかって。だからさ、はい、そうなんですか。いや、僕知らないですよ。なんか仲悪くないです。本当にギリじゃ悪そうだったよな。いや、ぶっちゃけ腹割って言ったらなんかついてっとる感はなかったな。ああ、ショー、まあ、ショーの考えなんでいいんじゃないですかって、僕が一生懸命やりますっていうよりは、なんかよく何考えてもよく分かんないじゃないですよって感じだったよな。でもいろんな、まあ、今日俺井村翔と別件でね、浜さんに入れてる、あ、お前一緒に飲んで、はいはい、あの件ちょっと喋ったんだけど、ルール言ってたけど、ルールってどういう意味だよな。だから学校じゃねえから別に仲良くする必要ねえんだけど、まあ私も悪くないな。その気持ちが、まあ、確かにリュウジもそういうとこあるからな。難しいなこれ。別に学校じゃないからな。確かに仲良くみんなでしろっていうわけでもないしな。はい、これ難しいな。なんか俺もちょっと強く言うからみたいな。嫌い、嫌いって言われたら俺はさ、嫌いではないよ。僕は全然嫌い、嫌いなのはないです。あっちが言ってきたらそれはちょっと考えなかった。ああ嫌いなの。いやいや、ああ嫌いじゃないと動画が持つじゃん。嫌いですね。ああ、じゃあ今日解決しにか。はい、どうも。僕的にですか、仕事一生出てるように感じないんで。それが限定はないっていうのと俺はまた違うの考え方。一致団結して加点してからな会社って。いや、外から見たら限定はない。確かに浜田さんが仕事しても限定はない。はい、だけど加点しないな。河野さんが大好きで、井村翔が大好きで、仕事はとっても充実しとって、わーって、井村君が言っとるでって、好きだで、まあお客さんあったら、まあいいや、俺喋っといてあげるわとか、なんかちょっとした問題でも、ああ、これ井村君、なんかあったらあかんねんなって言って、電話一本してくれて、いや、こうやってお客さんいたら気をつけた方がいいよとか、はい、あそこちょっと、シールが最近悪いよって、好きだったりする。だけど、減点がないゲーム、プラマイゼロの人間関係だったら、そういうのないじゃん。そうですね。まあいっか、ほっとこうか、まあ現場に来たら気づくかなとか、
だから俺人間関係がすごい会社と一緒よ。お前はそれでいいってことなんだ。いや、それ分からんけど、分からんよ。それは正解か分からんけど、例えば人と話し合うとか、そういうことしてないでしょ。そういうとこは逃げ出しようでしょ、リュウジも。そうっす、まあ、なんか必要ないかなと思っちゃう。お互いこの距離でいいやって。まあもうそれは決断がしとったらいいけどな、はい。まあ、これ以上の分かり合いはこっちのとこはねえかなみたいな。ああ、いや、見てみよう。難しいっすね。難しいな、まあ、答えはないな。ないタイプだしな。ちょっと変わり者だね、あいつは。ポジションがとりあえず今日はもうマガー事件、まあ、マガー事件も問題ない。はい、以上になります。今日は答えが出てたけど、まあ、それだけ人間関係が、まあ、知らず特にな、みんなこういうこんな仕事する、はい、あんなに全体のお前どこかしないとかやるような仕事だから、だから逆にもうリーダーに求められる、すごいリーダーの求心力っていうかパワーがもう大きなって、もう個が強すぎるもんね。さらに強いやつがほらもうバラッバラになっちゃう。言いなり君みたいなやついないもんな、職人でな、従順ななんか人いないよ。いないです。もうみんなわかんわじゃん。松田君ぐらいですね。そうだな、松田君ぐらいから。だから本当にもうリーダー次第だと思う。まあそれがいいかな今日は、はい。まとまってないけど。まあリーダーの今後の活躍を期待。お願いします。お願いします。久々島の PC も来て、視聴者が満足したんじゃない？はい。マリファナ事件発覚して、理解道場切ってのピンチ。やばいっす。マリファナ事件。嘘だよ、視聴者ここだけ見た人が勘違いするとかじゃない。はい、じゃあやります。せーの、また見てね。